中西哲夫です。いつもは月曜から木曜の朝お耳にかかっておりますが、今日はこの時間にもお邪魔します。いやー、2018年もだいぶ押し詰まってきましたが、八代さんは年末らしいことなんかしてますか？部屋の大掃除を約1ヶ月かけてゆっくりしたのと、お年玉の準備を。いろんな人に配るために。そういうことをしておかないと。千円札を少し多めにこう、部屋に待機させてるみたいな。あ、そういうとこありますけども、中西さんは。いや、僕はもう連日まだ忘年会が続いててですね。はい。まだあと3回やるっていう。何回やる気なんですか、今年。20回以上今年やってます。じゃあそろそろ行きましょうか。中西哲夫と振り返るスポーツ年表2018。さあ、2018年も残すところあと4日余りということで、今年あなたの心を動かしたのはどんなスポーツでしたでしょうか。この時間はスペシャルプログラム、中西哲夫と振り返るスポーツ年表2018です。そして一緒に振り返ってくれるのはこの方です。改めましてマンボウ八代と申します。もともと芸人をやっておりまして、今は脚本家ですけども、東京 FM 的には夜10時からのスクールオブロックで、はい、2005年から2012年まで喋らせていただいておりました、うん、初代教頭ありがとうございます。そうです、そこでやらせていただいてて、はい、今はこう関東ローカルで毎日夕方喋らせていただいてるわけでございます。そうなんですよ、はい、でまあ僕の朝の番組と八代さんの夕方の番組でね、掛け合いがちょっとあったりとかして、はい、そうなんですよ、はい、リスナーの方もそこ楽しんでくれてて、そうなんです、はい、しかも僕と八代さんが一緒に番組を二人でやるのは初めてということで、はい、どうですかこの男二人の、おっさん二人のツイン DJ。 そうですね、大型の寒波が来る直前の暖かい昼間にのぶとめの男声二人ということで、はい、まあ今日はでもスポーツですから爽やかにいきたいと思いますけど、はい、八代さんスポーツ歴は？僕はですね、サッカーとバスケットです。一応大学の途中までバスケットやってまして、小学校中学校でもサッカーやってました。じゃあバリバリのスポーツマンですよね。そうですね、僕の人生の自慢は、小学生の時に、千葉だったんですけど、沖縄遠征でセルジオ越後さんと共に試合しに行ったっていう、はい、おなかなかの経歴じゃないですか。経歴、そうです、もちろん中西さんに比べたら僕の恥ずかしい経歴ですけども、いや僕はね最近ね、はい、もうあんまりサッカーやってたことみんな覚えてないんで。どういう人だと思われてるんですか、中西さん。昔アナウンサーだったんですかとか言われることあるの最近。なるほど、そうなんです。サッカーのイメージ僕らありますけど、やっぱりその後のこう芸能人として、芸能人じゃない、だいぶ謳歌してるイメージもありますから。スポーツジャーナリストとして働いてるんです、まあ、サッカー界にいた年数が9年で、はい、この業界入って18年なんで、もう倍なんですよ、はい、だからそれ考えると、まあこっちの時間の方が長いんで、そういう印象あると思いますけど。中西さんの恋愛遍歴みたいな話は今日はいらないですか。今日はそちらいいですね。そっちの振り返りはいらないです、ね、もういらないですね。スポーツの振り返りでお願いします。 しかも2018年の振り返りで。すいません、失礼いたしました。はい、ツイッターですね、はい、番組ではあなたの声をお待ちしております。ツイッターのハッシュタグスポーツ2018で、今年のスポーツの心に残ったシーン、そして僕八代さんへの質問、つぶやいてみてください。中西哲夫と振り返るスポーツ年表2018。中西哲夫とマンボウ八代がお送りしております。中西哲夫と振り返るスポーツ年表2018。はい、ということで、あのツイッターの方なんですけども、ハッシュタグ一応あの2018スポーツ2018だと、ちょっと他のものと被るものが多いんで、スポーツ年表2018で統一したいと思います。よろしくお願いします。早速いろいろ皆さんつぶやいてくださってますけども、はい、僕スポーツ2018で言っちゃったんですけど、これ変えた方がいい、変えましょう、ね、もうスポーツ年表2018、はい、他のものも拾ってしまう可能性があるんで、はい、でムムさんかな、ムムさん、お腹の調子が悪くて布団に潜って聞いているけど、哲夫さんの声を聞くと起きないといけない気持ちになる笑い。もう体がそういうふうに覚えてるんですよ朝、うわー今日も仕事だっていう時に皆さん聞いてくださってるということで。そうだから今日はこのまま寝てても OK ですよっていうね、寝ながら聞いても OK。 そうですね、はい、贅沢な時間です今は。そうですよね、はい、さあスポーツ年表2018ということで、まず2018年のスポーツというとこちらですね、ピョンチャンオリンピック。じゃあ、 あの僕と八代さんで同時にピョンチャンオリンピックで一番熱くなった自分がね、はい、競技を同時に言ってみますね。せーの、フィギュアスケート男子。わかりましたね。まあこれは、はい、
カーリングはよくわかります。はい。どうですか、カーリング。カーリングを今回のこのピョンチャンオリンピックで面白さ気づいたという方もたくさんいらっしゃると思いますし、そうですね。で、女子のやっぱり、こう、なんですかね、見てて楽しい競技ですし、うん、あと言葉自体も流行語大賞になるぐらい。そうだねがね。そうだね、浸透したじゃないですか。うん、ただ女子だけじゃなくて男子は数大会ぶりの出場でしたし、まず長野オリンピック、長野東京オリンピックの時に、その日本の長野の会場で見ていた子供たちが、そのまま今回だ、そこの僕は、そうですね。歴史をまたいでのカーリング男子も熱かったので、男女ではなくて僕結構カーリング自体が今回熱かったなと思って。語るなぁ。はい。長野オリンピックから繋がってたって感じがすごくするんですよ。いやいやでもこういうの大きいですよね。はい。やっぱ子供の頃に見ていた競技を、実際ね、うん、そういった選手たちがまあプレーした上で、はい。まあ夢にこう結びつけていくという意味では、はい、まあ2020年の、東京オリンピック、パラリンピックも、はい、多分そこを見た子供たちが、そうですね。将来オリンピックで、はい、あそこに出たいと思って、頑張って、ね、またメダルを取ってっていうことが繰り返されるかもしれませんし、はい、哲夫さんは僕はですね、フィギュアの男子のやっぱり羽生結弦選手ですね、はい、うん、連覇しましたもんね、そう、本当にもう怪我が、はい、まあ、あった中で、まあ、痛み止めなしではね、はい、ジャンプ飛べる状態じゃなかったっていう過酷な状況の中でね、もうフリーのあの演技の入る最初のところのこう振り倒してくるっと滑り始めるところから、もう最後ビタッと終わるところまで、もう感動しましたね。で、まあやっぱり何がすごかったっていうと、そのプレッシャーかかった中であれだけこう自分のいいところを出し切れると思うんですよね。やっぱああいうところを見てると他のスポーツにもすごく参考になるところたくさんあったと思いますし、あれだけプレッシャーかかってるオリンピック連覇っていうところでしっかり自分の思ってるものを出し切れるっていうところのメンタリティとその技術の高さ。僕はプロのスポーツ経験はないんですけど、はい、プロになる人っていうだけでもすごい皆さんメンタル強いと思ってるんですけど、そのプロの選手の中でもやっぱりプレッシャーかかった場面で力を発揮できるできないっていうのは分かれてくるんですか？いや、もちろんですよ。もちろんです。いや、練習ではすごくうまいけど本番でダメっていうのはいろんな競技でもいるんですか？まあ、もちろんそれはあると思いますよ。あと、ね、いつもそれが出せるわけじゃないですし、はい、うん、特にオリンピックともなると観客がね、はい、いつもとちょっと違うノイズじゃないですか、はい、普段競技見てる方だけじゃなくて、はい、そういうものを普段見てない方も見てらっしゃるということでどういうノイズが飛ぶかわからないじゃないですか、はい、いい日常が押し来たとしてもそれをこう日常として捉えながらできるようないい意味で言うと鈍感力みたいなのも必要だし、まあ、そのあたりも含めてやっぱりこうこの羽生結弦選手のあの演技っていうのはね心に残ったことねたくさんいらっしゃると思いますね。はい。で、ピョンチャンオリンピック日本は金が4つで銀が5つ銅が4つ合計13個、はい、さっき話があった長野のオリンピックの10個を超えて過去最高だったんですよね。うん。で、まあまだ1年も経ってないんですけどピョンチャンオリンピックからね、はい、女子のフィギュアではもう紀平梨花選手グランプリファイナルで、そっか1年経ってないのに。そうなんですよ。だからそういう意味ではね、あの演技を見たことでまた触発された選手たちもいると思いますし、はい、いやこの後は楽しみですね。ピョンチャンオリンピックの話させていただきましたけども、スピードスケートもすごかったなと思います。小平奈緒選手それから高木姉妹もいましたし、すごかった。盛り上がりましたよね。盛り上がりました。ただもうすでに10ヶ月前ということで記憶の中で少しだけもったいないことに薄れ始めてる部分もあって、まあでも年末ですから、はい、それを振り返るのはいいですよね。そうですね。お聞きいただいてるのは、NHK のピョンチャンオリンピックテーマソング世界の終わりでサザンカ。さあ中西哲夫とマンボウ八代がお送りしています。中西哲夫と振り返るスポーツ年表2018。さあ続いて季節は春に進みます。海の向こう、はい、アメリカメジャーリーグでは新たな日本人のスターが誕生しました。ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手です。大谷翔平選手17年ぶりに日本人のメジャーリーグ新人王となりました。で、まあ、10月にね右肘の手術を受けたわけなんですが、はい、じゃあまた行きましょうか。大谷翔平選手のすごいところ、せーので行きましょう、はい、せーの、肌が綺麗。はいはい、いやお互いです。僕は肌が綺麗、僕はゴミ拾い。確かに
そうですね。まあ、あの本当に、はい、ちゃんともちろんその凄さね。凄さ当たり前なんですけど、はい、当たり前なんです、はい。ピッチャーとしても素晴らしかったし、はい、まあ、4勝2敗で、まあ、ちょっとね最終的には肘がね、はい、まあ、故障となってしまったわけなんですけども、まあ、打率も2割8分5厘で、でホームラン22本。打点61、しかも盗塁も10個してるっていうことで、僕はこの盗塁が10個っていうのがまたすごいんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、その前に行きましょう、はい、その肌が、はい、肌が綺麗何なんですかそれ。いや、わかんないですけど、いつも見て、うん、触りたくなる肌だなと触りたくなる肌、触りたくなる肌。いや、ただ本当に、まあ、ちょっとふざけて言ってしまったところはあるんですけど、この間 NHK でもずっとやってた平成史という番組で、うん、野茂英雄さんが平成に入ってからやっぱり日本球界のタブーを破って、そうですね、メジャー挑戦したってなって、そして今年が一応平成最後の夏と言われている中で、確かにそんな中で数多くの日本人選手がこの平成30年史の中でチャレンジして成功を収めてる中で、二刀流のこの平成の最後にチャレンジが始まったっていう、いやーすごいですよね。はい、ここ僕だからやっぱりこの30年、平成で見ると、うん、すごく素敵なチャレンジを今年見れたなと思って、間違いないですね。はい、でやっぱ肌が綺麗だなっていうところですけど中西さんのゴミ拾いは何ですか。これは、はい、大谷選手がですね、はい、ゴミを拾ってるんですよ球場で。試合前後でってことですか。まあ試合中でもそうだと思いますけど。そうなんですか。うん、でそれは日本ハムの稲葉、まあ今侍ジャパンの監督の稲葉さんが、はいはい、まあゴミを拾ってるのを見てゴミを拾うようになったらしいんですけど、はい、でももうそれをこう高校生の頃からこう自分の中のこう、いろんなものを掴むための、はい、まあ、目標を作っていくシートの中で、うん、はい、運という項目の中でゴミを拾うっていうのを完全にもう掲げてたわけですよ、はい、でプロになっても、まあ、稲葉選手が日本ハムに入った時にゴミを入ってるのを見て、あ、俺もゴミ拾おうと思ったらしいんですけど、はあ、やっぱねゴミを拾うと、うん、何事もね他人事じゃなくなるんですよやっぱり、はい、全てを自分事としてそれに落ちてるゴミ見て、はい、ああ別に落ちてる拾わなくていいやと思っちゃう、うん、だそういう細かいところ、まあ、要するに全てのことを野球に結びつけるような努力を常にしているというか、まあ、努力か本人としてはもう当たり前のこととしてやってると思うんですけど、うん、はい、やっぱ人としてやっぱりこうすごく我々魅力があるっていうのを感じるじゃないですか、はい、感じます、はい、そういうところにもその彼の凄さっていうのは現れてると思います。もちろんですピッチャーも、はい、バッターもすごいと思いますけどもね、はい、うん、人間性ってとこですよね。そう、そこがないとねチームメイトの信頼はないと思います。本当に愛されているなという感じもニュース見てて思いますし、ファンの方にもめっちゃ愛されてますよ、はい、ファンが落としたものとかも拾って上に投げてあげたりしてるんですよ。僕本当パーフェクトヒューマンな感じの本当にそのイメージで、謙虚さはあるけど決してへりくだってるわけでもなく、本当に誠実で明るくて、しかもあんなに背が大きくて、誰と結婚するんですかね。そこはまたいや俺、まあ、でも大事なところですよね。大事なところ、大事なところだと思います。本当に、はい、まあ、僕ら気にすることじゃないけどね。失礼いたしました、はい、ちょっといつツイッターご紹介しましょうか。はい、スミス友さんがですねツイッターで、今年のスポーツ界で印象に残ったのは秋田出身の私は金野旋風です。ああ金野高校野球の金足農業、あ金足、はい、小さな町の少年たちが甲子園という大舞台での躍進がとても感動しましたということで、うん、吉田輝星ね投手ね、はい、今後どうなるか、うん、これもメジャーに行く可能性ね将来的にあるわけじゃないですか、はいはい、楽しみですね。さあ来シーズンはバッターとして活躍しっかり直して、その先再び、大谷翔平選手二刀流の活躍に期待です。中西哲夫とマンボウ八代がお送りしております。中西哲夫と振り返るスポーツ年表2018、ここまで今年のスポーツ素晴らしい部分についてお話ししましたが、うん、あまり嬉しくないニュースというのも残念ながら2018年はたくさんあったような気がします。いや、ありました。はい、何ですかね、まあ、まずは日大のアメフトの、そうですね、はい、タックル問題があって、それからバーッと挙げるとボクシング連盟、助成金の不正流用問題、はい、それから、体操では、まあ、これはあったかどうかというところですけども、それからレスリングの方でもパワハラがあったんじゃないかとか、あと相撲界角界の方でも
そうなんです、ね、いろいろありましたということで、なんとなくこうオリンピックに向けて日本スポーツ界の海のようなものが少し出たのかなという感じもするんですが、中西さんはどう捉えてますかこれは。まあ、僕も実際今も選手の指導をしてますし、はい、トレーニング一緒に選手してますけども、はい、やっぱりあってはならないことですよね。どう考えてもその暴力だったりとか、はい、まあ、パワハラもそうですけども、うん、ただまあその一つ考えなきゃいけないことは、指導者の側は特にそうなんですけどね、こう教えるとか、はい、まあいろんなことを選手に伝えるときに、はい、こう高圧的になってしまうっていうことイコール、うん、論理的になっていないってことじゃないですか。なるほど。自分のやっぱりこう言葉で伝わる言葉がしっかりと論理的に伝えられていければ本人たちは理解してそのまま動いてくれるはずですよね。はい、いいからやれよじゃなくて、はい、なんで言われたことやれないんだじゃなくて、そうそう、勝つためには必要なんだよっていうことではなくて、はい、なぜそれをやらなければいけないのかっていうことだったりとか、うん、やっぱりもうスポーツってそういうフェーズに入ってきてると思いますし、はい、まあ、いろんなこう問題が表面化してきてますけど、それをもう出てしまったものに関してはね、うん、これどうしていくかということだと思いますし、まあ、東京オリンピック前に今さっき海っていうのをおっしゃいましたけど、はい、まあ、いろんなものをこう出せるものは出した方がね本当にいいと思いますし、うん、ここからどう変わっていくかってことの方が大事で、そうなった時の特に指導法に関して言うと、はい、それ子供たち指導する時もプロの選手が、まあ、例えばもしくはオリンピック出るような選手が、うん、まあ、コーチを対峙した時にどうい う, こう言葉になるのかっていうところも論理性が必要だと思いますし、はい、そういう意味ではやっぱりこうあらゆることを言語化できる能力がこう伝える側教える側に求められる時代じゃないですか、はい、そこはやっぱりしっかりしていかなきゃいけないかなと思いますね。なんかその第三者委員会の方とかも今回結局日大もなかったと、そういう指示は結局そうなると、じゃあ冷静に考えると、じゃあ選手が勝手にやったのってことになりますけど、やっぱり中西さんのおっしゃってた通り、指導者の方がちゃんとロジック組み立てて、はい、指導した上で、そして選手をこう守るという大人たちの気持ちも全部ひっくるめて、もっともっと変わっていかなきゃいけないような、なんとかしないといけないですよ本当に。なんとかしなきゃって話じゃなくて、さっき言った第三者委員会っていうものがちょっと機能する状況を作らなきゃいけないと思いますし、はいはい、いろんな人たちにそういうところ入ってもらってね、うんうん、ちゃんとこう透明性を保ったまま、はい、公正なちゃんとジャッジができる状況は作らなきゃダメですよね、はい、そうですね、うん。中西哲夫と振り返るスポーツ年表2018、私マンボウヤシロと中西哲夫がお送りしています。さっきの話のちょっとだけ続きなんですけど、はい、その指導者とまた選手じゃないんですけど、バドミントンのこれあんまり忘れてる方もいるからぶり返したくないんですけど、桃田選手がちょっといろいろあって、はい、現役からちょっとだけこう離れたけども、はい、帰ってきてからのこの快進撃、うん、僕はやっぱりその何か自分で起こしてしまったミスを本当に乗り越えて世界ランキング1位になっているという、なんかやっぱり何かあった選手たちももう一度こう再チャレンジできる国であればいいなと思いますし、僕たちの雰囲気があればいいななんていうふうにちょっとさっきの話してて思ったんですけど、すいません。いやいやいや本当に、はい、とにかくまあ、人間なんで当然ね間違いを起こす可能性はあると思うんですけども、はい、まあ、それがもし本人が本当にしっかり反省した上で新たなスタートが切れるんであれば、うん、それはやっぱりそういうチャンスを与えるっていうことも重要だと思いますし、はい、同時にそれがいろんな人の目から見てね、はい、ある程度それは納得できるようなものでなければいけないと思いますけどね、当然だからね、はいはい。さあということでここまでやってきておりますけども、中西さん、はい、まだこの話は出ないのかということで、全国の方がですね、はい、ちょっともやもやし始めてます。もやもやしてるんですか。いいですか言っても、はい、ということでここでようやくサッカーロシアワールドカップです。さあということで監督交代という直前の混乱があった中で、もうフィルホジッチ監督が解任された時の4月9日だったんですけど、あれ初戦まで約2ヶ月、そうですね、はい、だからもう結構もうギリギリのところまで来てましたけど、はい、まあ、結果論で言うと変えてよかったっていうことになりますけど、それ結果論で語っちゃいけないところですよね、はい、本当はね、成績だけって言い方も僕あれですね、成績は良かったという結果論ですけど、はい、じゃあ本当に今回はハリルホジッチ監督と作ってきた数年間でやっぱりワールドカップでその結果を出してから次に行くっていう方が良かったという
ことなんですか。いや、これに関して言うとハリル・ホジッチ監督実際本番ではこういう戦術がある、ああいう戦術があるっていうのことをいろいろこう匂わせてはいたんですけど、最終的に判断したり、はい、客観的に判断した上で、いや、もしかしたらこれはもう何もない可能性が高いんじゃないかということをある程度確信持って、日本サッカー協会としてはその判断を下した可能性は高いと思いますね。他の国の、例えばサッカーの常識から考えて今回の日本のサッカー協会の判断っていうのは、日本の監督やらない方がいいぞみたいな感じにはならないんですか。そういう、そこはまだはっきりわからないですね。それはもう我々が決めることではないですし、はい、ただまあ、日本としてはあそこで、西野監督に交代して、はい、で実際結果が出たというところで、じゃあどうして結果が出たのかってことはちゃんとこう検証しなきゃいけないですよね、はい。まあ、それは例えばですけど、一つの要因としてはやっぱり日本で、プレーしている選手とそれからヨーロッパで活躍している選手たちが、はい、うまく融合しながら、まあ、チームとしてまとまる状態ができたということと、はい、それからヨーロッパで活躍している選手たち、今ヨーロッパのサッカーってものすごい進化してるんですよ、はい、ものすごい進化していて、うん、選手一人一人に求められる個人の戦術眼ってすごい高いものなので、その選手たちが持ってるヨーロッパで培った戦術眼がチームとしてうまく機能したという側面もあるんで、はー、まあ、そういう意味ではうまく機能した部分としなかった部分は当然あるんですけども、はい、やっぱりヨーロッパでプレーしてて高い戦術眼を持ってる選手たち、はい、まあ、柴崎岳とか、はい、まあ、乾というそのスペイン人、スペインに行ってプレーしている2人とか、はい、それからドイツでプレーしていた選手、それからイングランドでプレーした選手、はい、長谷部もそうですし、吉田麻也もそうですし、うん、まあ、本田もそうですし、まあ、いろんなこう選手いますけど、はい、まあ、長友もそうですし、そういう選手たちの持っている戦術眼がうまくこう噛み合った部分は当然あると思いますね。中西さんにとっての今回 の, そのロシアワールドカップ、こう一番のこう熱くなった部分とかっていうのはどの辺なんですか。いや、もう最後の14秒じゃないですか。最後の、決勝トーナメント、はい、ベルギー戦の、ベルギー戦、それツイッターでも来てるんですよ、はい、ですね、四つ葉さんでございます。夜中や明け方を見ていたサッカーワールドカップはやっぱり盛り上がりました。最後は本当に悔しかったです。ベルギー戦の最後の14秒ですね、ロストフの14秒、昔のドーハの悲劇を思い出しました。はい、カウンターで日本のコーナーキックのチャンスからゴールキーパーがキャッチしてから、そして14秒後には日本のネットが揺らされていたという。まあ、先日 NHK でもね、その、まあ、ドキュメンタリーみたいな放送されたんですけども、はい、やっぱり14秒っていろんなものが凝縮されていたと思いますけども、ただまあベルギーとしてはある程度こう必然というか、はい、まあ、そこでこうカウンターからゴールを陥れるということに関して言うと必然的なものをある程度持っていたと、うん、まあ、日本としてはその前の段階で 2-0 になった段階で、はい、ちょっとそのベルギーの怖さっていうのを選手たちも感じていたようで、まあ、具体的に言うと慌ててなかったっていうんですよね、うん、2-0 になって後半ですよ、はい、慌てますよね、ベルギーがってことですよね、はい、逆に相手が慌てるはずなんですけど、はい、すごく落ち着いていたらしいんです。その落ち着き感っていうのがやっぱりこう逆転できるっていう確信、逆にこう日本の選手から見てみると、なんでこんな落ち着いてんだろうっていうね、勝ってる側が少しだけ違和感と焦りを覚えたかもしれないという可能性は、まあ、当然そういう感覚がちょっとあったと思いますよ。で、まあ、実際その後、まあ、ベルギー見てもらえば分かりますけど、はい、ベルギーブラジルに勝ってるわけですよ。そうですね。でそのブラジルを撃破した時の戦術っていうのをまだちゃんと自分たちの内側に隠し持ってたわけですから、全て手のひらをこう赤った、手の内を明かすようなことをしてない状態で日本に勝った、はい、でその後にまだブラジルを打ち負かすようなものを持っていたということを考えると、まだまだやっぱりやるべきことはたくさんあるなと思います。地方ベルギー強かったなと思いますし、僕は素人ながらに見てて2対0で勝って守ればいいじゃんと思ったけど、やはり予選リーグの最後にポーランド戦で、はい、ラスト十数分引いたということが世界的に批判されてたこともあって、まあ、いろんなものはつながってますから、つながってましたね、はい、であそこはやっぱりこう守りに入ることができない状況になっちゃってたのかなと
僕はもう引いて逃げてくれ引いて逃げてくれって2対0の後半でもう思ってたんですけど、まあでも結構、はい、背の高い選手が入っていたりとか圧力かけられたら厳しい、つまりセンターバックのところ、なるほど、のところに何人か背の高い選手が入ってきた時に日本人でヘディングで競り返せる選手って何人かいませんでしたから、はい、そうやって考えるとまあ、パワープレーになったとしてもちょっと苦しくなるような局面だったかもしれませんし、まあ、論理的に崩された部分は最終的にありますけども、ただそういう圧で崩される可能性もあったんで引くっていう選択肢はなかなか難しかったかもしれない。なるほど、引いたらダメなんですね。引く、いやダメというか日本の選手で背が高い選手がいてヘディングがすごく絶対的に自信がある選手がいてボールに対していいアプローチができる選手がいるんであれば引いてもいいと、まあ、引くというかそのキーパーのサイズ感も含めてですね。だからそのキーパーのサイズ感がもうちょっとあったりとか、はい、もう今世界のクルトワベルギーのキーパーね、今レアルマドリードでやってますけど、ね、やっぱ2メートル近い身長なわけじゃないですか、はい、うん、それぐらいのサイズ感があってセンターバックも190ぐらいの選手が2人いてボランチも1人そういう選手みたいな感じだったら、はい、跳ね返せるかもしれませんけど、うん、だそれぐらいこうやっぱりこうサイズ感的なものも影響してきてる部分もあったし、はい、そのあたりでこうこれに行こうという革新的に踏み切れるのもなかったというのはあると思いますね、うんうん、でも僕は4年前 そのワールドカップブラジル大会の時はやっぱりどっか応援しながらも不完全燃焼で終わった気持ちがあったんですけども、うん、今回は本当に楽しませてもらったというか熱狂させていただきましたし、うん、たくさん夢を見れた夏だったなっていう印象なんですよ。本当に何がどう転ぶか分かりませんけど初戦のコロンビア戦のところでね、はい、まあ、最初のところでハンドで10人になったっていうところ、はい、ああいうこともやっぱり起こるってことも分かりましたし、うん、はい、同時に自分たちがああいうことになる可能性もまた、うん、なきにしもあらずなんですよね、はい、だからそういうところでこう準備という部分においてよりこういろんなことを準備していかなければいけないと思いますし、はい、直前で監督が変わらないようないいこう状態を作りながら、うん、選手たちとちゃんといい関係を作って本大会に行きながら今大会の経験を生かせる次のワールドカップであってほしいですよね。次のワールドカップ1個だけ中西さんすみません、はい、もし日本がもっともっと世界に羽ばたくとしたら何が必要になりますか。これもう完全にヨーロッパでプレー選手を増やすことしかないですね。もう今やっぱりこう世界のトップオブトップと戦う機会がものすごく減っていて、はい、でまあ、ヨーロッパもネーションズリーグという新しいリーグが始まってしまってヨーロッパの代表チームって代表チーム同士強いところばかりやってるんです今。でしかも日本もそういう強いチームと戦う機会どん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 減っているし、はい、クラブワールドカップもまあ4年に1回になるという話もありますし、だからそうやって考えるとヨーロッパのトップオブトップのところで常に日々切磋琢磨している選手が増えないとやっぱり厳しくなってくると思うんで、特に若い選手たち、はい、10代の選手でもこれからいけるチャンスっていうのはまだ出てくると思うんで、そのあたりも期待したいですね。中西哲夫とマンボウ八代がお送りしております。中西哲夫と振り返るスポーツ年表2018、そろそろ終盤なんですが早くないですか。もうすぐです。もう終わりにかかってんですけど、はい、ちょっともう一つ行くところでツイッター紹介させてください、はい、朝に生まれた男アットマークこんじゃくさんでございます、はい、錦織圭選手の復活と大坂なおみ選手の全米オープン制覇、うん、すごかった&嬉しかった、はい、ということでいきましょう。これです。テニス大坂なおみ選手、今年9月全米オープンの女子シングルスで優勝、男女含め日本人のグランドスラムシングルスでの優勝は初ということになりました。はい、いやーもうこれは本当に感動ですよね。はい、もう我々にとっては悲願じゃないですか。はい、このグランドスラムのねタイトル取るっていうのは、まあ、ゴルフの四大ツアーもそうですけども、はいはい、テニスもそうだし、うん、いやこれはすごかったですよね。でしかもこうお互いこう錦織圭選手とね、はい、こういいハーモニー奏でてたというか、はいはい、ナムちゃん頑張ってたから、うん、錦織さん頑張ってたんでみたいな感じで、はい、まあ、錦織選手はベストホームまで行きましたけども、はい、いやこれやっぱり日本のテニス界っていうか、はい、まあ、スポーツ界の歴史変わるような出来事ですよね。そうですね、うん、本当にこう子供たちもテニスを見る機会も増えてると思いますし、そうしかもテニスやろうとしてる子供たちも増えてますよね。はい、うん、だからまたすごい選手どんどん出てくるんじゃないかなと思いますし、やっぱ錦織選手が本当に日本のテニスを引っ張っている感じで、いつか錦織選手がグランドスラム取ってほしいってこの数年前から、うん、いや思ってますよ。機運高まってて、高まってますね、そんな中で怪我もあって苦労してる時に大坂選手が出てきて、うん、あれ大坂選手が本当にこの 1,2 年で
とてつもなく勝ってランキング上げてったじゃないですか、はい、あれどっちが先に取るんだみたいな気持ちの中で大阪選手が取って、はい、それでまたこの後錦織選手が取るかもしれませんし、いやもう錦織選手はね、はい、まあ、僕は錦織選手すごくいつも注目して見てますけども、はい、錦織選手怪我した後にちょっとガットの張り方変えたらしいんですよね。あ、そうなんですね。うん、はい、で元々張ってた張り方よりもちょっと違う張り方にして、はい、まあ、またそちらの方で、うん、彼らしい良さがより出せるようになってきていて、はい、で、まあ、まだ怪我をしてから、うん、あの1年怪我をしてから怪我をして復帰してから1年経ってないですよね、はい、だからもうこの前後オープンのところぐらいまではこう、うん、ポイントって純粋に積み重なっていくんで、はい、もう少し順位も上げられるだろうし、うん、順位が上がってくれば、まあ、4大グランドスラムのところで、はい、シードのところで最初に厳しい相手と当たらなくても済んだりしてくるじゃないですか、はいはいはい、そうなってくると来年はチャンスあるんじゃないかなと思いますけどね。ジョコビッチですよね。あとまあまあジョコビッチにもともとねあまりこう対戦成績として良くないし、まあ苦手意識も多少あるでしょうし、はい、ちょっと日本人の中でももうジョコビッチさん勘弁してくれって思ってる人、僕正直俺毎回もジョコビッチ頼む、何なんだお前はっていつも思っちゃうんですけど、すごいですよね本当に、はい、錦織選手と試合する時だけ他の選手よりもちょっとギア上がっちゃうらしいんですよね。まあでもそれぐらい錦織選手がいい選手だっていうことの表れでもあると思いますし、はい、まあでもね、ナダルにしてもフェデラーにしても、はい、まあ依然としてこうまだ今のところ君臨はしていますけど、はい、彼らもやっぱり少し休んだ時期があったじゃないですか、はい、でやっぱり錦織選手も休んで、うん、でこの1年間徐々に徐々にコンディションも上がってきて、はい、さっき言ったガットのことだったり、はい、いろんなことがだんだん高まってきて、はい、まあワンシーズンもとにかく丸1年間やった後のこの後っていうのは僕はすごく楽しみにしてますけどね。中西さんさっき言ってたみたいに、じゃあ本当にこうトップ選手とのシードでなるべく序盤で当たらないようになっていった時に、そうですね、いい状態で上に上がっていって、まあそうなった時によくあることですけど、その上位のシード選手が他の選手に敗れることもあるじゃないですか、はい、だからそうなった時にもチャンスあると思いますし、まあ、だからその他力本願ではないですけども、はい、まあ、錦織選手その上の今言った3選手に誰かに勝たないと優勝ないと思いますけど、うん、はい、当然だからね、はい、うん、だけどまあそこに勝てるような、うん、まあ準備をこの1年間で怪我の後してきていると思いますし、はい、それは僕は高まっていく十分可能性あると思いますね。来年は2018年が先ほどツイッターにもありましたけども、うん、錦織圭選手の復活、そして大坂なおみ選手の全米オープン制覇、うん、という嬉しいニュースありましたけど、うん、2019年はさらにじゃあまた大坂選手がグランドスラム取るかもしれなければ錦織選手も取って、なんだったら同じ大会で男女共になんていう、そんなそういうのは見てみたいですよね。見たいですね。まあ前後に関してはハードなんで、はい、ハードコートなんでサーフェスが、だから錦織選手も得意としてると思いますし、はい、まあちょっとまず前後年明けね期待したいですね。はい、中西哲夫とマンボウ八代がお送りしてきました。中西哲夫と振り返るスポーツ年表2018。1年のスポーツを55分で振り返るのは無理ですよね。まあ無理ですけども、まあでもね、はい、さらっとこういろんなことをね話をしてきましたけど、はい、メッセージいきましょうか。はい、ということでツイッターです。駒形の星 P さんです。はい、全国高等学校サッカー選手権大会、はい、高校選手権、今年の王者は地元群馬の前橋育英高校。そうでしたね。連覇目指して頑張れ前橋育英ということで、12月30日日曜日、今週末にすでにもう開幕を控えてると。そうなんですよ。いうことでございます。またこのね時期の風物詩ですけども、はい、高校サッカーもね盛り上がってますけど、高校サッカーからね当然日本内で駆け上がっていく選手もいるわけですし、はいはい、うん、こういうスポーツを見るのも年末年始ってスポーツ見るの楽しいですよね。楽しいです。はい、こたつに入りながらですけど、そう、みかんを剥きながら、そうなんです、駅伝をまた年明け見たりとか、ね、高校ラグビーもあるし、はい、そうなんですよ。でもう一つ行きましょうか。はい、でこちらはですね、ミネオスターワゴンさんなんですが、八代さん、今年はバスケでもいろんなことありましたね。まあ、ワールドカップのアジア予選でオーストラリアを倒したのは感動的でした。はい、来年2月の本大会出場をかけた予選に目が離せません。そうです、いろいろありましたねって言われたんで、ちょっとこう、あ、良くない方の話かなと思ったら、それももちろんあったんですが、オーストラリアを倒すということもありましたし、 B リーグも、はい、3年目ですかね、迎えておりまして、はい、かなり盛り上がってますし、はい、日本代表の中にやっぱり NBA にこうチャレンジできてる選手が
そうですよ、数人いますから。そうですよ、こっから本当に日本バスケットはさらに盛り上がっていくと思います。うん、で卓球も強いじゃないですか。バドミントンも強いしね。バドミントンも強いですし、そして2019年にはですね、日本でラグビーのワールドカップが、そう、来年はねワールドカップイヤーです、はい、ラグビーの、しかも日本で行われますからね、はい、そしてサッカー日本代表男子でいうとアジアカップ、そう、1月にもう、はい、来月はもう、来月がもう多分5日後かそっ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 か、また中西さんが寝れない日が続くという状態になると思いますけども、中西徹夜になっちゃう日が、ありがとうございます最後の最後に、はい、そして日本のスポーツは2020に続いていくと、そうですよね、そこに向かっていくということで、はい、いやもうちょっとやりたかったですね。そうですね、またよろしくお願いします。またぜひやりましょう、はい、そろそろお時間になりました。中西哲夫と振り返るスポーツ年表2018、お相手は中西哲夫とマンボウ八代でした。良いお年を。合わねー